はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。第3次スーパーロボット対戦 Z 煉獄編、では第7話の方ですね、進んでいきたいと思います。あれがこのエリアを統括するサイデリアルの基地か。各地のレイラインが集中する一点、地球の施設を使っているのではなく新たに建造されたもの。見ているだけでムカッパラが立ってくるわね。こちらに気づいている様子もなさそうですし、奇襲を仕掛けますか。ふむ、我々の任務は偵察だが、ここで少しでも損害を与えておけば彼らも楽になるか。よせよせ、どうにも嫌な予感がする。しかしここまで来て、お、なんか何なのあれ。カッキー気をつけろ、仕掛けてくるかもしれ。隊長、あの基地からの攻撃なの。わからん、とにかく交代だ。みんな、ん、どういう攻撃だ。うわー、無様の一言に尽きるな。来るがいい節子、貴様たちにサイデリアルの恐ろしさを教えてやろう。謎の攻撃っすね。偵察部隊が全滅したって。今連絡が入った、敵基地の防衛兵器にやられたらしい。そいつは気づいたら命中している回避不能の不可視の砲撃だそうだ。それって多分次元転移砲だと。そんなのがあるのを知ってたならなんで教えねえんだ。ごめんなさい、あれはプランだけで実用化はずっと先だと思ってました。やめたまえクロー、偵察部隊の犠牲を無駄にしないためにも基地の攻略に全力を尽くすんだ。そんなのは言われなくても分かってる。いやー、ついてなかったですね。あれの存在は噂でしか聞いてませんでしたけど、次元転移砲は絶対命中の防衛兵器ですからね。基地攻略は諦めた方が無難では。おっさんよ、やる気をくじくようなことを言うんじゃねえよ。ランドの言う通りだ、俺たちにはあの基地を落とさなきゃならない理由がある。クラビア、あの基地ならばクロウたちの機体の行方がわかるかもしれないんだからな。はい、この基地にスフィア搭載機のデータが送られてきている以上、サイデリアルは皆さんの機体のうちいずれかを入手しているべきだと思います。言いづらい。思いますですって。その機体が何なのかわからないんですか。ごめんなさい、私みたいな下っ端にはそこまでのデータは回ってこなかったんです。で、この基地で扱っていたデータは全て消去されていると。でもターミナルベースなら確実に情報が入手できるはずです。あそこの扱っている情報量はこことは比べ物になりませんから。あのベースを制圧できればスフェア搭載機の行方がわかる。周辺の各部隊を統括する基地だ。そこを落とせばこの一帯のエリアは解放されたも同然だろうぜ。要するに何としてもやらなきゃならねえってことだな。しかしその次元転移砲があっては。それは我々が何とかする。君たちは周辺で活動しているグループを集め、大規模な陽動を仕掛けてくれ。わかった、君たちの健闘を祈る。って言うけどよ、何か策があるのか、アドベント。ないことはない、だがそれには彼女の力が必要になる。やってくれるかい、クラビア。え、私ですか。すぐにターミナルベース攻略の準備に入ろう。今後はこの基地に残されていた敵輸送艦を母艦として運用する。よっしゃ、整備は俺に任せておきな。送還に必要な人員は私が手配する。各自出撃の準備を急いでくれ。私がターミナルベースを攻略する力に。オリオン、あなたはこの基地に残って。なぜだ。その前に聞かせて、あなたは何のために戦うの。僕の心の奥では一つの感情が渦を巻いている。それはサイデリアルに対する憎しみだよ。その感情が何から来ているのかはわからないが、僕はそれを晴らすために戦う。僕を愚かだと笑うかい。君は優しいからね。大方僕の戦い方を見て不安を覚えたからそんなことを聞いたんだろう。僕の話を聞いてますます戦いをやめさせたくなったかい。そうじゃない、ただなんだよ、ただ悲しいだけよ。
第7話ターミナルベース攻防戦。おお変な戦艦だ。コードレッド、艦の調子はどうだ。問題ありません。相関システムは自動化されており、私一人で運用は可能です。グリーンアース号は君に任せる。グリーンアース、緑の地球ね。ちょいと大げさだが悪くない名前だ。しかしよ、サイデリアルの奴ら他人様の星に大層なもん作り上げてくれたぜ。追撃部隊が出てきました。ははは、待ってたぞ、節子、小原とその仲間たち。ギルタ、ち、俺たちは節子のおまけ扱いかよ。これは失礼、だが心配はいらない。貴様たちにも節子同様に圧倒的な恐怖と絶望を与えよう。やれやれ、相変わらずですね、ギルタ・ベローネ氏は。あいつのこと知ってんのか、おっさん。ギルタ・ベローネといえば、この大陸のサイデリアルで知らない人間はいないんじゃないですかね。残忍で、卑劣で、傲慢で、まさに上司にしたくない男、ナンバーワンです。何より面倒なのは、あの方、この世で自分が一番賢いと思っていることでしょうな。納得の評価だぜ。ふん、脱走兵を仲間に引き入れ、いい気になっているようだが、これを前にして大口が叩けるかな。次元砲。うお、不可視の攻撃、次元転移砲か。少しは情報を仕入れているようだな。次元転移砲はエネルギーを対象に直接転移させる攻撃だ。回避することはできんぞ。だがエネルギーを大量に消費するため連射はできないはずだ。そうなの？さっき大量にやられてたじゃん。頼みます、クロさん。おう。この作戦の成否は君たちにかかっている。成功の暁にはボーナスも弾ませてもらおう。それを聞いたらがぜんやる気の出るってもんだぜ。行くぜ、クラビアン。はい。あの敵部隊を突破するのが俺たちの目当てだ。とりあえず怖いなら目をつぶってろ。そうさせてもらいますです。なんです、その笑いは。敵である俺たちのメイド役までやるって言った時は紐の座った女だと思ったのにな。あれはスフィアのためで、俺の周りは気の強い女ばっかりだったんでな。そういう反応が物珍しいってのもある。あはは、話のネタになれて光栄です。目標地点はあそこだ。敵のど真ん中じゃないですか。そこを突破するからボーナスが出るんだよ。行くぞ。待ってください、まだ心の準備が。ダメだ、4分以内にお前をあそこに連れて行かなきゃ作戦は失敗だ。そういうわけだ、フルスロットルで行くぜ。キャー、 OK。 ボーナスってこいつが何、お給料出してんの、アドベント。今なんかこういう時代だとお金よりって感じですけどね。お金あったってしょうがなくない。お金より物の方が大切な世界の感じもしますけどね。愚か者どもに報いを与えてやる、次元転移砲発射。誰か一体食らうって感じか。そうするといいね。2体、ダメだ、どうやっても避けられねえ。急ぐんだ、クロウ。作戦開始から4分の間に君がポイントに到達できなければ我々は交代するしかない。了解だ、行くぜ、クラビア。はい。どんくらい減ってる、 20% くらい減ってるか。とりあえずクロウは集中をかけて突っ込ませますか。そうすると集中。よーし、こいつも集中をかけておくか。センターで1体ずつ、いや、ワイドで狙うか。 OK。 おー、強い。こいつ何なの、
単装アクティブカノン8800か。戦艦にしては弱いな。不屈をかけとこう。攻撃力もあんまり強くない。どうしよう。メイン変更して集中をかけとこう。これだ。節子は集中プラス。プラズマブレード、これで全員か。痛い。クロー狙いっすね。ベノムスパーク、いやめっちゃ減ってんな。やっぱりターン敵全滅できるか。結構厳しい気がする。おお、処刑。戦艦がなどうにも弱いから。どうしようかな。このままでいいや。こいつは？オールベノムスパーク。でこいつを戦艦で倒して、集中プラス。でこいつも集中プラス。クローって最初からいっぱいある。あ、 SP 回復を持ってんのか。それはいいね。イーグルショット。倒せねえし。結構きついな。あと1体ずつ。このまま戦闘が長引いたら。急げクロー、ボーナスが欲しいなら飛ばせ。目の前に人参をぶら下げられりゃ走るしかないぜ。クラビア、しっかり捕まってろよ。一応戦艦動かしても、これよし、いけそうだな。ギリいけた。こいつを倒しておしまい。邪魔者はすべて片付けた。行ってください、クロさん。ありがとうよ。アドベントからボーナスが出たら何かおごるぜ。オッケー。着いたぞ。行け、クラビア。でも、私。仕方ねえ。どうするつもりだ、クロ。俺もクラビアと行く。それまでここを頼む。もうすぐ、増援が出てくるかと思います。急いでください。そういうことだ。行くぞ、クラビア。はい。まだか、クラビア。まだプロテクトが突破できません。急げよ。アドベント特製のウイルスプログラムを流せば次元転移法を作動不能にすることができる。そんなすごいものが作れるのならアドベントさんが自分でハッキングすればいいのに。泣き言を言ってんな。アドベントが抜けたらこっちの戦力はガタ落ちなんだ。だったらサイデリアのシステムを知ってるお前しかできるやつはいないだろうが。私なんかにできっこありませんよ、クラビア。
いつも、いつもそうなんです。誰かに期待されても、それを裏切って、私は。だから私なんかに任されても。それがどうした？え？俺たちに会う前のお前なんか知ったこっちゃねえ。俺が知っているクラビア・アーゴってやつは、ちょいと抜けてはいるが、ここぞって時には自分の意志を貫く女だ。そういうやつは、土壇場で大仕事をやってのける。俺もみんなもそう思って、お前にかけたんだ。クロウさん。お前の作業を邪魔するやつは俺が食い止める。だから急げ。はい、やってみます。私やってみますか。もうめっちゃ直撃食らってんだけど。クッ、まだかよ。クロウ、クラビア、気をつけろ、増援が出てくる。なかなかに粘るな。だがそれもここまでだ。ギルタ、あちゃー、こちらが弱ったところに出てくるとは、噂通りに陰険な個人ですな。おまけに周囲を固めるのは、あのねちっこい連中か。ふふふ、次元転移法とこの私の率いる部隊、まさに圧倒的絶望。今から貴様たちはこの基地に攻め込んだこと、いや、生まれてきたことを後悔する。うお、安い男だな、あんた。クロウさん、クラビアはどうした？そっちの方はこいつを見てくれ。これはどうなってんだこりゃ。マシンも俺も絶好調だぜ。クラビアがやってくれたのさ。え？あの次元転移法ってのは次元力を使ってるんだとよ。だからそれを調整すれば攻撃手段ではなく回復や補給にも使えるそうだ。さすがだ、私が見込んだだけのことはある。おのれ、貴様ら。字が出てるぜ、ギルタ。賢いキャラで通したいなら、そういうのはやめた方がいい。黙れ。八つ当たりかよ。どこまでも小物だぜ。危ない、クロウさん。クラビアか。はい。お前、俺をかばって。私だってやれば、これくらいは。おのれ、小娘が邪魔をしよって。言っておく、ギルタ。苦労ならば彼女のカバーがなくても君ごときの攻撃など問題とはしなかった。そうなんですか。まあな。だがお前の気持ちは嬉しかったぜ。ありがとな、クラビア。いえ、私の方こそクロウさんにお礼を言いたいです。私を変えてくれてありがとうございます。こいつも仲間なんの？なんだよあれ。いや、戦場のロマンスとは美しいですな。クロウさん、またやっちまったようだな、あいつ。貴様ら、許さん、もう許さんぞ。待たせたな、ギルタ。では君の相手をしよう。覚悟しな、お前は基地を奪われた間抜けな指揮官としてもうすぐ降格になるぜ。覚悟しなさいです。各機攻撃を開始するんだ。もう次元転移法は怖くない。あとは力を押して白黒つけてやるぜ。じゃあな、ギルタ、ここでお前は終わりだ。と言っても全員動けん。64%、58%、そこそこあるな、命中率が。仕掛けるぞ、クラビア。準備はいいな。はい、研究者としては未速活ですけど、マシンの操縦にはちょっと自信があります。あ、そうなの？私、頑張ります。自分のため、クロウさんのため。1500。あと2発食らったら死ぬ。それはクロウも同じか。やばい、やばい。おお、380。マジで死ぬ。そうするととりあえず集中はかけておきましょう。どうしようかな、回復させようかな。まあもうターン制限はないですからね。なんか死んでも嫌なんで、とりあえず修理で、こいつはディメンションリベレーターを使いますか。で、こいつら一応腹痛をかけて、オール武器これしかないのか。こいつはゲッ、オール武器がない、そもそも。
43% か。うわ、当たったか。で、こいつどうしようかな。基本的になんかオール武器がないっすね。ワイド。セーブしとこう。ベノムスパーク、こいつ結構使いやすいな。まあ、指揮官機だけあって、指揮官機の割にはあんまり強くないけど、まあまあまあ。おお、ボス対ボス。そのシャウダス、例の脱走兵か。そういうことです。一つよろしくというのも変ですな。腹の立つ男だ。貴様から優先的に潰してくれる。おお、怖。では死なない程度に頑張るとします。よし、かわした。あ、結構パワーあるぞ。とりあえずこいつを前線に持ってくるか。ACP ファイス。で、修理もう一回。これで全回復したでしょう。76% か。当たるな、これ。腹痛をかけておきましょう。よし、OK。この戦艦あんまり役に立たないな。いい加減に理解するんだな。君では私の相手には力不足であることを。貴様、最初から勝ったつもりか。その通りだ。それは覆すことのできない事実、いわば運命なのだよ。いてえ。食らった。その割には、まあ、じゃあせっかくなんでこいつで倒すか。祝福持ってる。オリオンか。タッグコマンドでボーナス PP G ディメンションリベレーター、さよならだ。開け次元回路。今ここに因果の螺旋を解く。リベレーターディスチャージ。これが世界の真の姿だ。このギルター・ベローネがこんなところで。さらばだ。お、当たった。わ、私は死なんぞ。死んでたまるものか。必ずや生き延びて、この屈辱の報いを貴様たちに与えてやる。そしていつの日にか。うるせえな、帰るんならとっとと帰れよ。くそー。ああ、捨てゼリフに来る暇があったらとっとと撤退すればいいと思うんですけどね。おっさん、あいつには厳しいな。基地に残っていたサイベリアルも撤退していったようです。施設を破壊していった様子はありませんね。サイベリアにとってこの基地を破壊することは我々の想像以上にリスクが高いことなのかもしれないな。そのあたりは調べればわかるだろうさな、クラビア。はい、ありがとうございます。クロウさん、私今日から変われそうです。変われそうじゃねえ、もう変わったんだよ、クラビア。あの時クロウさんが私にくれた言葉のおかげです。ふっ、俺もボーナスがかかっていたからな。え、忘れていないだろうな、アドベント。作戦成功のボーナスの話を。
約束は守る。君の借金返済の助けに足しておこう。ありがとな、クラビア。お前のおかげで俺の借金返済は大きく前進したぜ。クラビア、お役に立てて光栄です。なんだよこれだから女ってのは。ああ、またやっちまったな、クロウ。まったくひどすぎです。何が借金返済ですか。ほんとバカみたいです。なあ節子、俺クラビアを怒らせちまったみたいだけど。知りません。なんだよ節子まで。少しクロウさんはご自身の行動を反省してください。いやはやクロウさん、あなたなかなか女性の敵ですな。女が俺の敵だってのは事実だけど、俺が女の敵ってのは。愛と憎しみは表裏一体。お前はいずれ彼女と憎しみ合うことになる。お前をたまに口を開いたと思えばそのセリフはねえだろ。そうだな、俺は女とは相入れない星の下だが、憎しみ合うなんてのはご勘弁だ。周辺で陽動を仕掛けていたレジスタンスのメンバーも続々とこの基地に集結しています。ここからが、ん？ここがこれからの拠点活動になるんですね。活動拠点か全然言えてねえし。そうなると連中が施設を破壊していかなかったのはラッキーだったな。わかりました。スフィア搭載機の行方が判明したのか。いえ、それはまだですが、あのレイラインの役割の方は。本当か、クラビア。あれは地脈に沿って張り巡らされ、この星自体の次元力を抽出するものです。クロウ、それって、ああ、ゾーンと同じだ。何です、そのゾーンってのは。俺たちとは別の地球にあった国、インサラームが作ったシステムだ。あのレイラインと同じように地球の次元力を引き出す機能を持っている。そしてゾーンは暴走し、インサラームのあった地球を死の星にした。え？じゃあこのままレイラインを放置しておけば、最悪この地球もインサラームの二の舞になるかもしれねえってことだ。お、とりあえず仲間になってるな。普通に3段階上げとくか。また戦艦もあるな。グリーンアース、まあ一応命中は大切ですからね、上げときましょう。あとはアドベント、とりあえずマルチターゲット続けよう。セツコはどうだろうな、乗り換えた時にどうなるかっていうのがありますからね。ちょっとこうランドもな、ガンレオン乗り換えた時に。クロウもそうだな、乗り換え前はこのままにしときますか。多分アドベントはもうアスクレプスで行きそうなんで、こいつらどうしよう。ベノムスパークがな、意外に使いやすいといえば使いやすい。まあ PP 足りないからこのままですけど。はい、というところで、じゃあ第7話これで終了して、また一人普通にクラビアが仲間になりましたねなんか敵さん、こいつ敵っぽいよね。やっぱりサイデリアルは信用できないですからね。これは絶対敵、これも絶対敵というところがあるので、まあとりあえず今回はこれで終了したいと思います。